おはようございます。おはようございます。いやー、今日ちょっと動画ドキュメンタリーですけど何の、いやいや、バッツリドキュメンタリーを。なるほど。ちょっと僕らが今ちょっと釣りを3ヶ月、今年3回目なんですよ、バッツリ。なるほど。はい、はい、もう竿を置こうかなと思ったんですけど、外、はい、まあでもちょっとやらなきゃいけないなってことで、はい、自己紹介をお願いします。サーチンです。よろしくお願いします。お願いします。サーチンさん、インターネットはどうですか？全然ダメです。カメドン、アキマン、ケンケンコ、あれは、いや、もうそれは売れないもんがあれ。モンキッキー、ヨウちゃんはね、よくわかんないですね。ヨウちゃんメンヘラです。アスペルガーのメンヘラなんで。これがいい、あれがいい、でもそれをしたくない。あります。もうちょっと頑張ってね。そうやね、うん。おサボさんは最近どうですか、釣りの？全然です。釣りされてないんですか？ほとんどしないです。たまに社長とやるぐらいなもんですね。社長っていうのは？ M 社長。ああ、はい、M 社長とたまに気分転換に行くかぐらいで、熱がちょっとないですか？ないですね。な、理由は何ですか？単純だるいですね。だるい。釣りがだるい。だるいですね。いや、やっぱなんかドーパミンが出てないんじゃないですか。ああ、かもしれないですね。要するになんかスイッチが入ると人間って、ね、波があるからね。そう、うん、そのサーチンはでも出っ放しでしょ。花のイメージでピカッと光るんじゃないかみたいな。懐かしいですね。こう来るんじゃないかっていう状態でしょ。そうですね。投げるたびに次はピカッときたっていう、その状態で今それが冷めた状態ですね。そうですね、うん、完全オフってます。オフってますね。菊池さんはどう？いや、久しぶりだしね。今年まだ釣ってないし。釣ってない？釣ってない、釣れてないよ。あ、俺もか。釣れてない、釣れてない。初バスなし。なし。6月の段階で。なるほど。釣りに対する情熱の弱さが。シーバス釣ったけど。あ、最近俺もソルトかな。ああ。ソルトかな、言うほどソルトも言ってない。言ってないな。いや、でもシーバス70センチポンポンポン釣ってるじゃん。ああ、ポンポン釣ったな。いやー、これバス釣りファンに怒られそうですけどね、サーチンさん。今日はもう50分目だし。ね、釣りを舐めてるって言って怒られそうですけど、はい、レジャーフィッシングです、うち。もともとそうだ。そうやな。もともとにわかな。ぽいだけですね。はい。これがいいね、多分ね。やってますね、あれ、おサボさん。あれね。やるで。もう40度ぐらいありますけどね。おサボさん、暑いっすね。暑いですね。あ、今日ちょっと水が解放されて、もう閉めてますかね、これ。かもしれないですね。なんか水多いっすね、明らかに。で、水きれいっすね。ちゃが、サワ、何やってるんだ、あれ。しかも本気やったギャグじゃなくて、来たーみたいな。マジでしたね、今は。釣れた？出がかり？びっくりしたわ。本当に来たかと思った、俺。本当に釣れたな。モザイクじゃなくて。はい。サージンさん、今日何時から来たんですか？どれぐらいは？8時ぐらいですかね。朝の8時から。そうですね、8時前ぐらい、ね、関西方面から来られて、関西、兵庫県。ちょっとミス、ちょっと待って、ミス、これ何ですか、俺。バイブレーションですね、なんてやつやろ。 TD バザービーター。わかります？ブザービーター、ブザビじゃないですか、知ってます？ブザービーターです。これやる、これでやります。これは釣れるね、うん、おサボさんがいつもバイブレーション、ロストですか？ロスト。ツーキャストですかね。なるほど。はい、おそぼさん、何使われてるんですか？私はサニーブロ。あ、オービーっす。サニーブロのオービー。それでよくおそぼさん。はい。反射区ですかね、やっぱ。あえてこのケツを2本にするという、寝掛かりをしないように。そうです。サニーブロですよ。今年出たばっかの 新商品ですね。ねえ、おそぼさん、最近 YouTube 動画投稿は？全然してないですね。もうやめたんすか？いや、やめてはいないんですけど、うん、はい、サボってます。やっぱり、ね、本音を言っちゃいけないんですよ。ダメですか、人生って。はい、本音言ったらダメらしいです、ね。建前で生きてくださいって。もちろん、そうです、やっぱ本音を言うとね、ダメです。みんなですから無理なんですけど、うん、少しの敵作らないように上手に生きてくださいってますね。そうですね、やっぱ本音をね、はい、本音だからって言ったら、
あ、向こう側の人釣ってるけど動画撮ったらいけないね。めでかくないあの人。これ到達になっちゃうから映せないけど、うわ、でかくない。え、釣ってる。でかいんじゃない。ちょっと動画撮ったら怒られるから、知らない人釣っとる。でかくない。50来てる、サージン、対岸の人。これ撮ったら怒られるから。そう、到達。なんかもう到達になっちゃうから。なかなかキャッチしなくて見せつけてるような。違うって、でかいんだって。めっちゃ悪い人。いや、でかいでかいでかい。いや、ラインが、ライン4ポンドだから。でかいでかい。あれ、K さんじゃないか。あれ、K のフィッシングチャンネル。いるいる。今すぐここ。遠征しに来とる、あんな感じ。あんな感じ。五三まで一匹も釣ったことない。あるか。うわ、でかい。大江川の方が釣れません。ああ、でかい。あれ。エボくない。なんて言いました。エボくない今。そんな大きくないじゃん。35です。いや。30ちょうど35で。ちっちゃくした。いやいや、今のあの俺らに見せつけるために、はい、エンターテインメントで30センチや、あれ小バスや、演者でしたね。あれ K さん、あれ K さんじゃねえの。あれ反応ないですけど、たまにはこうみんなでレジャーフィッシングも楽しいですね。はーいみたいな感じでいいっすわこれね、魚釣りは。でっかいの取れるといいんだけどね。このシャッドが結構ね、その特にトレースしてきた時に結構バイトが多発するんで、でこの界隈だったら岸際引いてくる、でストレート斜めで、これ水深浅いんだけど、今日ちょっと増水してて、普段はね1メーター20ぐらいなんだけど、今日1メーター70ぐらいあるんで、一番深いとこね、まあ、シャロー界隈なんだけど、そういう時はやっぱりそこトントンさせながら、土煙させながら、トレースしながらトゥイッチングこうパーンパーンって入れていく。そうすると結構チョークが出ますね、この界隈は。暑いな。暑い。あの。こういう日に釣れるんやね。おお、まあ釣れとるから。釣れとったろ。何やってんのお前。セコ釣りだ。究極のセコ釣り。反応ある？ない。ない。究極のセコ釣り。結構擦れてるからね。釣れとってもこれだって来るでしょ。まあなあ。何インチこれ。これは 3.8 インチ。ボトムアップだろこれ。ああね。まあ俺は釣れるけど。俺も丸飲みでしょ。一口。渋いなあ。渋いか。ああ全然反応ない。おさぼさんとサーチンさんどう？あの二人。どうした？どう？会ってみて。いや会ったことあるよ。本当？うん会ったことあるよ。ああ、あるっけ。前釣りしたよ。あ、そうやったな。あの二人もまあ釣りまだ知らんから。ああ、まあ仕事みたいなもんだから。俺らがちょっと教えたらないかんかな、もう。使えないな、これ。このルアーなんですけど、僕のお気に入りのルアーなんですけど、私のね、このデュエル、ハードコアのシャット、これがね、ここで前回もう60近いのそこでバラしてるし、すごい釣れるんですよこれ、うん、でもうこれがねいいのはティップの形ですよね。これ扇形、これがデュルンデュルンデュルンっていくんですよ。これめちゃくちゃ釣れる、しかも安いですね。1500円1300円ぐらいか。最近のルアーは結構高いルアー多いけど、これちょっと1200円ぐらいで売ってて、めちゃめちゃおすすめのルアーですね。また向こうのメンバーさんたちもね、釣りのキャリアはあってそこそこ腕もあるんだけど、あの3人もちょっと、また俺が釣ったら拗ねちゃうからな。まあただ教えたらんとな、釣りというトレースですから。サーチンさんもちょっともう坊主食いとるもんで、教えたらないかんな釣りを。サーチンさんといえば元ボクサーだったんですよ。で頭殴られすぎておかしくなって言われて、殴られすぎておかしくなっちゃったって、頭だいぶ悪くなったんですけど、ちょっとさ、カメドンさんちょっと形容しようよ。この手をカメドンと思って、ほら。わかりました。うん。いった。重っ。ヘビー級。もっと強くって、もうちょっと、もっと。もう大丈夫大丈夫大丈夫、全然大丈夫です。はいはい。いい。おいで。
今ので3割あ、もっともっと5割、5割、はい、5割、はい、あ、今ね、かすったでしょ、歯折れてる今パチってかすったでしょ、指、はい、モンキー清介の歯折れてる。じゃあ次、秋桃殴っとこう。あれ、女、いい、大丈夫だよ、大丈夫、ちょっと出なかったです。あー、じゃあ、カメドンこれをカメドンと思って、おいで、すいません、行った俺今カメドンはもう歯折れてる。パンチをやっぱりヘビー級重いね。いや、なかなかに厳しいですね。お、アジサイの花だ。綺麗なお花さんですね。ほら、ちょっと丹念に投げてきますわ。さあ、アジサイバーツへ。暑いですね、もう本当に陽介と亀戸のせいでね、あの二人のせいで暑い。あの二人のせいで、もうなんか寝上がりしちゃって今切れたのもさ、これもやっぱりもうほぼ亀戸の責任。ストレスをそうそうそうガチ切れしたらいかない冗談通じるでしょ亀戸さん。じゃあ見せて見せて、ちょっと巻いてきて見せて。あ、ヘドン、うん、ヘドンのルアーね。音がいいね。そうですね、もうゆっくり巻くと、いや、この鉄の音が ASMR というか癒しになって、これでドーンなんて出たら大変なことじゃないですか。そうですね、ちょっと近くまで見せて、近くまでここまで泳がして、もっともっともっと、ここら辺もっと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 、ああちょっと足返して、あ、これはいいわ。あきままうまそうバークアー食べて、針がついとったりして。さあ、ち40度超えてる。暑いさ、もう真っ黒な。当たりないね。全然ないさ。どうしてこんな厳しいの、お子さんのは。もう夕方今4時でしょ。はい、そんなにない。ああ。ちょっとつらんとね。一発。父ちゃん来ないよ。いや、暑いっすね、おさぼさん。暑いっすね。何食べですか。いちご、練乳、氷バー。これうまそう。いや、匂いがいいもん。僕はジャスミン茶を飲んでます。おー、いいっすね。ちょっと食べてください。え、お前何それ。アイス果汁見せて見せて、ちょっとちょうだい。うわ、めちゃめちゃうまい。うまい。ちょっとね、うなぎ食い行きますか。うなぎをね。いや、この魚身、これ魚身、魚のぶじゃないですか。魚のぶですね。魚のぶって魚身ですね。ここうまいんですよ。魚身、ナマズのかば焼きと、ちょっと鮎を頼んでみました。あとうなぎ丼ぶり。これちょっと動画撮っていいのかな、わかんないけど、いいや。うな重。いや、これうまそうですよ、おさぼさん。ですね。どうぞ食べてください。てます。私もいただきます。このうな重やばいでしょ。これで1700円ないですよ。1700円のうな重はいかがなものか。いただきます。いいね、おさぼさん。めちゃめちゃうまいですね、これ。いやいや、このうなぎがうまい。1700円じゃ5000円くらい取ってもいいかもしれない。あとこのあゆ、あゆは天然、半天然、うん、一杯食べたんですけど1700円でおかわりしちゃいました。2杯目やばくない、うん、この肝からのおかわり、うなぎ1700円。パリッとしてていいですね。いいですね。うん、おさぼさん、この魚身はうまいじゃないですか。この魚身うまいですね。魚のぶやった、うん、魚身と書いて魚のぶ。うまいよ、ここ魚身でしょ、これ魚のぶ、魚のぶだった、魚身とか言って、はい、さあ、まだまだ今から釣りやるぜ。さあ、やりますか。ここら辺の魚はね、結構今シャローに寄ってきてる時期なんですよ、夕方ね。特にああいう角、あの角とかトレースするとすぐ食ってくるから。やるかい。やるか。初めて来ると。福江川、あの角おるで、トレースしていたら、あれおる、あれ、あ、ボイルブリ波紋だって、あ、おる、おる。いや、もうラスト1時間ですけど、ちょっとうなぎパワーで、そうですね、
最終やりましょう、サージンさん。サージンさん、うちに出てくれて、俺ら坊主ばっかだからさ。さすがにちょっとね、一本誰でもいいんで出して、そうですね、僕、オサボクランクあたりが来るんじゃないかと思ってるんですよ。今日持ってきてない。持ってきてない。伝説のオサボクランク。入れ食いるわ。とりあえず一匹。やりましょう。はい。ちょ、サージン、釣って。釣って、ここで。動画ならんから、坊主じゃ。釣れるよ。さあ、サーチンが太い腕で来る。サーチン、バト出そう。おかしいね。うなぎパワーで釣りたい。あ、出そうなんですけどね。出そうなんだけどね。ちょっとアブで一発。来ない。来ない。出ない。このポイントに関しては夕方ですね。大きいディープになってるんですけど、からこのシャローに刺していくんですよね。その時にこのタイミングでここをトレースしてくるとあっさり食いますね。見ててください。必ず一本出ますから。シャローにチャン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 と、この音が好きなんですね、バスは。こんな感じなんで、今ミノを泳がしながらチャン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 、これをずっとやってくる。歩きながらチャン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 、この繰り返し。全然釣れんの、ここ初めて来たけど全然釣れんわ。サンジさん食わんでしょ。全然食わない。ここはね、魚がいないの。水溜りになんかずっといないとこに一生懸命投げて釣れないから、ここ大江川っていないんだから。今ね、この界隈に2匹いるだけ。その2匹、この広い中にね、小バッチが2匹いて、それをみんな投げてる。釣れないでしょ、そりゃ。一生懸命、ね、いないんだから、ここに。いないとこ投げてんだから。今日だって朝からやって厳しいでしょ、岐阜も。そう、あのね、やっぱ朝の方がいいんじゃないかな。やっぱさ、バイトがあったら朝早朝じゃないけど8時とか、そういう淡路島の野池とかな、釣りやすいんちゃう。淡路の松山のね、愛媛の野池なんか入れ食いよ。人がいないんだもん。ブラックバスの。あの辺なんか人がいないから、はい、投げたら食っとるもん。ポンってワーム入れ、こんなワーム入れてみたらもう食っとるわーって。懐かしいですね。うん。あ、僕あそこの場所知ってるんですよ。あ、本当。はい。行ったことないです。僕一応四国全部回ってるんで。うん。なんとなくあそこやな。ただね、最近釣れてきたかな、愛媛も。あ、野池行っても、まあ言うても釣れる。はい、なんだかんだ、はい、一日やれば坊主はない。あれ、その愛媛じゃなくあっちは行かないですか、香川とか。香川行かないね。あっちの方が野池たっぷり あるんだ。めちゃくちゃ多いです。うん、なんかあれ、あれ、ボラかな。ボラっ子だね。おそもさん偉いね、ここ偉いっすね。えれえ、てるちゃんに言わせりゃあかんっすね。えれえ、釣れないっす。難しいっすね。ボイルは今してたんだけどね。してましたね。うん、そこでピチャピチャっと小バスですね。うん、でかいのもいるんだろうけど食わないっすわ。厳しいっすね。えれっす、これ。しんどいっすね。しんどいっす、もう。辰巳拓も呼んでこなあかんかな。どうよ、菊池さんよ。釣れたか。いないよ。魚いねえな。いない。いないけど今ボールしだしたって。おう、しとるよ。おるぞ。おるけど食わんだわ。これから。ちょ、3人は釣って。これからや。うん。俺ちょっとあの、ええ、タバコのポイ捨てするやつ俺から拾う、今から一人で。タバコね、ポイ捨て、ほら。タバコのポイ捨てしとるやついるから、もう自分は釣りもやめて拾います。はい。やる偽善よりやる偽善。何だったっけ、これ。なんかそういうのあったでしょ。
ダメじゃん、オサモさん。これ見てね、オサモさん。これ。本当はいかんすね、それはね。なんでタバコなんか吸うんだろう、あいつら。ゴミ。ゴミっすね。で、吸ってもいいけど、この吸い殻を。ポイしちゃダメですね。うわ、ひどい。やる偽善よりやる偽善です。全部偽善です。ただ、結果が良ければいいだろうっていう。これ見て、サージーさん。タバコあんた、捨ててないよね、サージーさん。あんたのタバコじゃないよね。僕ちゃんと灰皿も。うん、まあ、捨ててもいいけど、俺が拾うからいい。あ、サージーさん、これ。ラッキーストライク。いや、僕ラッキーストライクじゃないんで。ひどいな。これ誰だよ、これ。でもね。高橋さんは日頃ゴミ拾いの。ゴミ拾いは当たり前ですよ。うん、釣りよりも自分ゴミ拾いの方が。やる偽善よりやる偽善なんで。いや、やらない偽善よりやる偽善。どっちも偽善なんですね。結果としてゴミで綺麗になるから、いいじゃないかという。確かに、はい。素晴らしいですね。それ撮ってるんすか。おさぼさん、はい、ポイ捨てしてる人いました。マジっすか。さすがにちょっと黙ってれんぞ自分も、はいはい、自分はもう毎日のライフワークはあれだよ、サーチンさん、ごさんとおやのゴミ拾いだけしに来とんねん、おじさんは。ゴミ拾い、特にタバコ、はいはいはい、この綺麗なフィールドで空気は汚すわ、ね、口は臭い、キムい、体に悪くなる、それで釣り気になっちゃう、琵琶湖が。そうですね。ゴミ拾いのですね、ちょっと企画をサボさん主催でやらないかんですね。おさん、ゴー、ゴーへのゴミ拾い。発起人みたいな。炎上するから、炎上する。ゴミ拾い、やってるでしょ、でも、ゴーさんとかで。私はやってる人がいるので、それたまにタイミングはやっぱ。あ、行くんだ。はい、なんかツイッターで見て、俺人見知りだから行けないでしょ、集まりに。あ、そうですね。でなんかやってるんだと思って、はい、羨ましいな、混じりたいなって思うんだけど、人見知りだから、あ、なんか疲れるしと思って行かないんだけど、本当行きたいんですよ、はい、あそこでワイワイ釣りガールと一緒にゴミ拾いして、うん、どっちかというとその女の子に。もちろん女目当てですよ。今さっきまでゴミ拾いいやもちろん女目当てプラス、そういう、いや、た、そうそう、仲のいい人が増えるといいじゃないですか。特典があるという。そう、じゃあその男の人でも、あ、はい、ね、仲悪いよりいい人が増え、あれ、サーチンさんタバコ。いや、大丈夫ですか。あ、わかりました、わかりました。サーチン釣った。釣れた。何や。貝か。何や、貝やん。あげてあげて、サーチンビビったやん、もうこれ。釣れたんかと思ったら、もう余計なもんついて恥ずかしいぜ。貝が、それ俺さっき俺も釣った。これバカ貝。もう超えるんすかね。いや食べたらね、生臭かった。ドブ貝多いんだね、これこう。さっきも釣れたよ、俺五山川で。これ。うん。それのでっかいの。でっかいっすね。十分でっかいっすよこれ。いや、もう取らなくていいっす。いやマジで竿のね、動きがね。釣れてる時の動きやったの。お、来た、はい、ついに来たかと思ったら、最初僕も思ったんですよ、カンカンって当たった、うん、この多分貝に当たって。サーチンさん、またなんかあんた釣ったね。あと何を釣った。サーチンさん、何を釣ったんですか。サーチン先輩、ルアー釣れました。ちょっと見せてください。なんて読みますか、何て言うんですか。ごっつい長いことあんな、これ、うん、ダウズビドウじゃないですか、ジャッカルの。いいやつ。ダウズビドウですよ、これ90、これめちゃくちゃ釣れるやつですよ。何ですか。ダウビドウ。これに切り替えたら釣れるかも。絶対釣れる。ちょっと針があれだけど、ダウズビドウって有名だよね、わさわさん。そうですね。終わるか。釣れないな。まあ、釣れないか。どうです、サワチンとおさわさん。いや、なんか良さそうだね。うん。ロングウェイだけなくなる。シャゴシャベリが好きなんで。ネット界隈のやっぱ話がさ、うん、いろいろあるじゃん。ああ、カメドンガとか。カメドンね。ついていけないその話。ああ、まあな。入り込んでないとな、界隈に。さあ、ということでサージンさん、もうそろそろお開きですけど、あ、はい、さあちょっと一言できれば、関東のシーバスの。関東ナンバーワンシーバス釣り師というカメドンさんに一言メッセージを。いやもう特に何も言うことない。言うことない、お前にはと。
そうですね、まあこれからもいい仕事場見つかったってことで、よかった、怪我なく健康で、まあね、それが一番ですよね、はい、一生懸命働いてください。おそぼさんどうですか、最後この坊主長考、はい、楽しかったですけどね。ねえ、やっぱ YouTuber どうですか最近の。そう、皆さん頑張ってるんじゃないですかね、だいぶ収益も下がってるんですけど。あ、そうなんですかね、はい、釣りガール界隈が。おそぼさん、推しの釣りガールいないですか。いないですね。ああ、興味ないんで分かんないです。サーチも興味ないもんね。僕はもうあれですね、リンカさんですね。やっぱそうですかね、はい、でももう年かな。あの、それ怒られる。いや、全部カットカット、これ使えるの冗談なんか。カットカット。いや、うちら的にはもうすごい面白いんでいいですけど、うん、いやでも好きなんですよ、うん、顔が、まあ、可愛らしいですよ、ね、可愛いらしい、はい、オーラがね、オーラが好きかな。釣りガール誰もいいですね。僕好き、見てないからだよサーチン。誰がいます。いや、いっぱいいるから、それは好みの子いると思うよ。もうか、だいぶ前やったら3、もっと前か、スタンド測る15、7年前ぐらいかな。上田るいっていう女性の方いたんですよ。知らない。釣りガール、釣りガール、一緒なんですよ、地元の。おそぼさんもこっちの好きでしょ。嫌いではない。嫌いじゃないの。これこっちが聞いてこっちが好きだったらちょっとやばいです。同性愛だからそれもいいけど、あの、まあ今時手は今時ですけど、ちょっと語弊がありますんで。こっちもそもそもこっち好きなんで、うちのあのお前も好きだよね、あの菊池さんも。こっちの方、女はこっちの方なあ、こっちの方好きだよ。ということで、ちょっと今日坊主でした、サーチンさん。どうしましょう、オチがないんですけど。いやいや、だ、いや、もちろん釣った人が、うん、針、じゃあ針変えれば使えるから。高橋さん使います。いやいや、俺はもうルアーいっぱいあるから。いいですか。うん、綺麗綺麗、針を汚いんですよ。いや、いや、洗って針を変えれば使えると。高いよ、1800円するもん。いろいろ面白い。1800円、考えてきます。どんなルアーでないっけ。あ、一回、うん、これシャッドになるのか。シャッドなのかな、ミノーじゃねえの。シャッドダウズビド90、これミノーでしょ。これはミノーだよね。シャッドですかね。え、どう違うんですか、シャッドとミノー。ロングビルミノーって感じですけど、ここのティップ、ここがリップ長いじゃないですか、がシャッドになる。これあのシャッド系なんと思うんですけど、シャッド系、まあミノーだけどシャッドみたいな。逆に誰かこれ使ってほしいんですよね、地元の方で。僕が来たルアーで釣れる。おそぼさん、はい、こバスいるんですかね。いないんじゃないですかね。これ いないですよ、ここ。一日やりきって、サーチーさんなんか朝5時からやってるって言って、12時間やって釣れないんだもん。おかしいですよ、ここで。ほぼ休憩してないでしょ、だって。してないです。だって家を神戸朝2時半に出て、兵庫か、兵庫出て、そんでもう朝5時からぐるんと今12時間やって坊主で、とんでもないですよ。ワンバイトでしょ。ワンバイトですね。で、おさぼさん今日ワンバイト、これノーバイト。とあー厳しいな。いや、もう まだもうちょっとできるでしょ。ここってあれ暗くなったらダメなんでしょ、おさぼさん。基本的にはもうそろそろ終わりだよね、はい、時間で言ったら明るくなった時間から暗くなった時間まで、だから琵琶湖ぐらいはもうそうね、確かに。基本的に琵琶湖は夜釣りで OK なんですよ。ああ、それ以外のは基本的にすごいですね。僕は朝一、僕一番やろうみたいな。オーラ2時はもういますもんね。あ、オーラで。オーラで。うん、オーラといえばもう俺が3つも言ってるポイント、もうオーラ地形から全部俺頭に入ってる。ここはこうでって、すげえ。オーラばっかり言ってるから全然釣れない。マスターしてる。いや、もう釣れないもん、オーラも。本当にね、10回行くと1回たまに釣れる。あの、ほんで目の前でバス泳いでますからね。うん、小バスは釣れるよ。20センチとか、ね、40アップが釣れる確率が悪い。うん、オーラは難しい。なんか、わかんないです。なんか、その、何をどうしたらいい。いや、時間帯、時間帯。この時間帯にこう来てるときに入れれれば、食うけど、だいたいいないとこ投げてて、あといてもね、食わなかったり。あ、かぶったよ、お隣さんに。ボイルしてるところは違うよ。お隣さんとかおたり。あ、クロスしちゃいました。
大丈夫ですか。あ、ボイルやと思って投げちゃった。ボイルやと思って。ポチャッと最後のボイル。サワチン絵になる。いやいや、かっこいい。撮ってますよ。あ、ボイラーと思って人のキャストの上にかぶせちゃった。あまりにも釣れへんか。まさに高爆上です。今日特別ゲストのおさぼりーまんさん、あの伝説のね、もう YouTuber 歴長いんですよ。もう 10年、うん、とこちらもゲーム YouTuber であり、ツイキャスの配信者であるサワチン先生来ていただきまして、あの夕焼けが綺麗じゃないですか。これはいいな。釣れなくてもよかったです今日。楽しかったです。ねえ、次回はなんかちょっと女性を用意してください、おさぼさん。はい、女性を用意。ギャルがいいです。魚釣るより難しいな気がする。そうですか。来てくれないですか。そこら辺の、うん、いや、やっぱ釣り好きのギャルでないと価値がさ、まあ、そうですね、うん、一緒に釣りして、その釣りよってもガチで語られてもうざいけどね。それはそれで。まあ適当なところです。そうそう、その対人関係もできる。ガチの釣りガールはさ、もうは、いやだからガチの釣りガールはね、もうクラッと入り込んでるから危ないのよ、また刺激したら。そう、おったな、危ない一人な、俺は知り合いで危ない釣りガールおるもんな。名前出せないですけど、あったらもう、これはね、こうやってやってね、こうやってやりなよとか言われちゃって、やりなよじゃねえだろうって。いや俺の知り合いでね、釣りがあるもんね、こうやってね、こうやってやったら釣れるよって言われて、何が釣れるよだよお前はって生意気になって。いやでもそんぐらい鳥入り込んでるから。なるほど、うん、まあ、それは素晴らしいことなんですけどね。そう、はい、できればね、木口さん、ギャルがいいよね俺ら。ギャルと釣りする。うん、釣りガールの。いいね。ギャルと遊びに行くのもいい。巨乳の。ギャルと遊びに行くのもいい。遊び行くより釣りがいいじゃん。釣り別にいいよ。そうか。釣りしながら楽しいんじゃん。ボートに乗ってる、ボート。あ、ボートとかね。うん、まあ、ボートやってみたいですね。ジョサーチンさん、ちょっと女用意してください、次回は。あの、安室奈美恵、あの、19歳の当時の安室奈美恵そっくりの、もう今ババアなんだもんな、ね、いらないけど19歳ぐらいのあの93プル歌っていたぐらいのそっくりの釣りできてほしい。あ、うん、で釣りできると。もちろんまたハード高いですね。そう、俺常に俺を立ててくれるような。あ、なるほど。いません、いない。むしろそっちを。そうそうそう、それ呼んできてください。お茶組みをしてくれるような。そう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 、頑張って探します。またちょっとね、これちょっとサーチさんリベンジしなきゃいけないんじゃないですか。そうですね、この前もね、今これで2連続坊主でしょ。そうです、遠征。なるほど、3度目正直ってことで。次回は前回なんてね、もっとやって12時間やったもん。そうそう、朝何時に起きて午後来て、そのルールが あるじゃないですか。あ、はいはい、僕知らなかった、はいはい、もう暗い中からやったら行っちゃって。朝5時、まあ5時ならいいのかな、うん、ちょっと明るければ、ね、明るければ、まあ、明るい日が出てから終わるまで。だってあのコリンコリン紅茶も12時間やって坊主だったもんね、この間。あ、また。いやいや、前コラボした時さ、コリンコリン紅茶ってね、はいはい、一緒にコラボしてちょっとやったら半年前かな、はい、12時間やって坊主、うん、ごさん、すれねーって。厳しいですね、うん、家だって3時とか4時に出てくるんだから。で早朝日の出とともに泣き始めて、はいはいはい、1日やりきって坊主なんだもん。えげつない。ごさん、その日厳しいですね、うん。次また男も何人か用意してですね。ようちゃん。でも男のいいキャラがいいな。それは釣りで。いや釣りでしょ、だって。釣り、いやいや、はい、釣りで。呼べるとしたら誰？関西でやっぱり。うん。なんやと先輩。ねえ。なんやとさんも俺に会うたびに課金してくれて何十万振り込んでくるんだって。社長ですよね。いやもうそんなにお金はないけど頑張って振り込んでくれる、うん、いい人なんだよ、なんやとさんね。いいね、そう、はい、YouTube もやってるもんね。そうですね、なんやとさんね、はい、なんやとー言って。いやそれは言いながらそういうやつでしょ。なんやとーって、はい、それは言ってけど、まあ、もう普通に釣りしてゴジャッと釣ってるんでうまいんじゃないかなと思います。ちょっと今日やって久しぶりに僕釣り熱が出てきましたよ。いや釣れないのがね、ちょっと逆に熱くなるかな。もうちょっと一人で行って釣ろうみたいな。はい、
一人で次も徳島か岐阜かどっちかねえ。おさわさんも釣りの方はちょっと軽く半引退だもん。そうですね、うん、いやいやモチベが今そういう時期あるね。人生50年だとこの 1,2 年はちょっと今ちょっとゆっくりだなっていう感じ、うん、昇級して昇級してこっちの方はね、おさわさんこっちの方俺と一緒でこっちの方に今熱が入ってるんで。何が女なんかいないよ、ブスしかいないうちリスナーいや いい人もいっぱいいるんやけどそんなにいないよ。そっちで見つけた方が何がリスナーはいないと思うよ。なかなか見てるのが好きな人ですか。そうリスナーさんはあれだから演者としているんやけどね、いろんな人は知り合いで会いたいっていう人はいませんし、いない一人もおらんよな。おらんよ、ね、俺らに会いたいっていうのはたまにおじさんが日本に5人ぐらいおるかもしれない。会ってみたいっていう人5人、違う全部おじさん。男の人は結構多いかもしれないですけどね、うん、声だけから始まったから、はい、そういう特徴的な声、どんな人なんですか。そうですね、うちのサニーブロスのスタッフもこの前お会いしたじゃないですか。聞いてたあ、はい、まず行ったんです、うん、今あ、知ってる人いたんですか。あ、若い人。ああ。あ、知ってる人がいるんだ。あ、そうなんだ。まあでもファンはもういないから、ね、ファンを作っていきたいですね、おさぼさん。俺たちの。そうでファンを広げて広げて増殖させて売れるラーメン屋みたいになっていっぱい人が寄ってきた時こっちをねこっち狙いですよもちろん。そうでしょ菊池さんも最終はこっちがこれ以外興味ないもんな。釣りして遊んだ後その後にっていう大事ですよ最終回。そうやっぱだからサーチンのこと好きだみたいな女の子なんか興味ないじゃん。俺だったらもう呼んでアナル舐め1時間で1時間アナル舐めさせます。手こきしながらアナル舐めをしろしなさいってあのジャーニーさんみたいなもんだよ。きちんと舐めなさいってやべえ。